皆さんこんにちは、衆議院議員の安藤博史でございます。本日もご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、珍しくと言いますか、ちょっといいニュースがありまして、それをちょっとご紹介したいと思いますけれども、今日9月18日の日経新聞の一面ですね、原子力や半導体の技術流出防止のために外資の出資規制を強化をするというニュースが出てきています。ちょっと読んでみますとですね、政府は外資による原子力や半導体など安全保障上重要な日本企業への出資規制を強化する。株式を 10% 以上取得する際に義務付けている事前届け出の基準について 1% 以上を実に軸に変更する調整に入ったということですね。で、なんでこれ 1% なのかというと、まあ、株主総会での役員選任提案なども、この事前届での対象に加えることを検討するということですから、まあ、外資の人たちがですね、いろんなことを提案してくる前に、ちょっとその株の持ち方っていうのを考えてもらった方がいいんではないかという、まあ、これは極めてですね、まあ、当然の規制だろうというふうに思ってます。私これについてはですね、電力会社の発送電分離の議論がされていたときに、経済産業委員会でですね、私質問したことがあるんですね。私経産委員会の委員になったことはないんですけれど、この電力の発送電分離のときにはですね、これはもう絶対ここで質問しておかなきゃいかんと思いまして、ちょっと頼んで、経産委員会で1回だけ質問させてもらったんですが、もちろん私はこの発送電分離というものを反対という立場で、この質問をしましたけれども、まあ、その中でですね、聞いたのは、この電力会社、発電もですね、今度から自由化になりますと。じゃあ自由化をされるときに、まあ、これは外資規制あるんですかと聞いたら、外資規制はないという答弁だったんですね。そして、まあ、その代わりに、この外為法の規制がありますと。外為法で 10% 以上の株式を保有して、10% 以上の外資が入っているものに対しては、規制があってですね、だから大丈夫ですというふうな答弁があったんですけれども、やはりこのインフラ関係、この、まあ、ここではこの技術流出防止、安全保障のための技術流出の防止のために、この外資の出資規制を強化ということですが、まあ、あと、私が大事だと思うのは、インフラですね、国民生活を守るためのインフラに対しても外資というものは規制をするべきではないかというふうに思っています。まあ、ここでもですね、まあ、対象業、外資規制というのは外為法でですね、規制されていて、外国投資家が安全保障に関わる事業を手掛ける国内の上場企業の株式を 10% 以上取得したり、非上場企業の株式を取得したりする場合に事前の届出を義務付け審査をしていると。で、対象業種は今のところですね、武器や航空機、宇宙開発、電気、ガス、通信、放送、鉄道、携帯電話製造などに及ぶと。そして実際に2008年には原発事業を持つ J パワー、まあ、電源開発ですねの株式を買い増そうとしたイギリスの投資ファンドに対して外為法に基づく計画の中止命令を出した例があるということなんですね。で、やはりこのような安全保障関係、またあるいはインフラ、まあ、こういったものに対しては外資の参入というものはやはり規制をして、そして国民生活を守れるのかということを審査をした上でですね、これを許可するなりということは、まあ、当然しておかなきゃいけないだろうと思います。そして株主提案権、まあ、これを 1% に引き下げるというのはですね、まあ、これ相当きつい規制になってくるということですね。まあ、やっとこのぐらいになってきたかなというふうに思いますけれども、まあ、会社法では議決権 1% 以上の株主などには株主提案の権利が認められるということになりますから、株主総会での発言権は相当この 1% 以上を持っていることによって相当大きな発言権を得ることができるということです。まあ、これに対して規制をかけて、やっていくということですが、まあ、もちろんですね、今の米中摩擦の問題であるとか、まあ、そういった安全保障関係でアメリカから要請をされているということはあるんだろうと思います。まあ、これを改めて、日本国内でですね、
こういったものを検討を始めるというのは非常にいいことだなというふうに思います。まあ、ちなみに、米欧各国では相次いで外資規制を強化をしているということでですね、でアメリカでは重要インフラや技術への投資の事前申告義務付けなどを盛り込んだ法規制強化を決定をしたと。それから EU では2019年の春に規則を承認をして、インフラや IT 分野で安全保障を害しうる投資は加盟国に意見をすることが可能になったと。それから、まあ、イギリスもフランスも規制を強化をしていますよということですね。まあ、しかし一方でですね、心配なのはもう一つ余計なことも書いてるんですね。一方、安全保障上の懸念が少ない投資家を念頭に投資促進策も盛り込む、バランスを取ると。例えば純粋な資金運用で投資しているような場合は、特定業種への投資であっても30日かかる審査期間を大幅に短縮したり、審査を免除したりすることを検討し、投資家の事務負担軽減を図るということも書いてあります。まあ、どっちなんだみたいな話ですけれども、まあ、今の日本の方針としてはですね、もう何でもいいですから外資どんどん来てくださいというのが今の方針、政府の方針ですから、まあ、こういったことを、まあ、強化をすると見せかけて、実はゆるゆるになってしまうという恐れもないことはないような気はしますけれども、まあ、しかしこの安全保障、そしてインフラ整備ということに対して、外資というものがとにかく誰でも来ていいですよという状況の時というのは、まあ、相当日本の安心安全を確保するという意味でも問題があるというふうに思いますし、まあ、こういう方向で規制を強化をしてくれるというのはですね、日本の政府としては、まあ、久しぶりにまともなことをやってくれるのかなと少し期待をしているところでございます。まあ、今中国企業もどんどん日本企業を買っていっています。そしてそれに対して本当に無防備なのが今の日本の状況ですね。まあ、これ企業を買収されてしまったら、まあ、日本がずっと長い間かけて培ってきた技術というものは、まあ、簡単に向こうに行ってしまうわけですね。まあ、今日本の電機メーカーも相当中国系の企業に買われてしまいましたが、まあ、こういったことが少しでも食い止められてですね、そして日本の技術は日本で守ると、そして、そういったものを取引する相手というものはしっかり吟味してですね、こちらの仲間になってくれる、こちらの支援をしてくれる、そういう国にきちんと限定をして取引をするという必要はありますよね。まあ、このような、このとにかくこの今の日本の株式市場も自由にするべきだっていう流れからですね、きちんと一本引いて、こういう線を引いていくという考え方、これは、まあ、このできるだけ早くやってもらいたいと思いますけれども、まあ、こういったことを、まあ、でもこれも多分アメリカとかに言われてやっているんだろうと思いますが、まあ、こういったことをこのインフラ関係もまた包装関係もですね、これも含めて、きちんと規制をしていって、そして日本人の安心安全を確保するということをやってもらいたいというふうに思っています。まあ、久しぶりですね、こういうまともなこういう記事が出るとちょっと嬉しいなと思いますけれど、まあ、それだけですね、今日本の状況っていうのは危なくなってると思います。まあ、先日はサウジアラビアの方で、油田設備が攻撃をされましてですね、1日あたりの生産量を世界の 5% が損なわれるというようなことがありました。まあ、まさにこの世界で安全保障環境というものはいろんなところで脅かされていますね。そして日本も、まあ、特にこの原油の場合は直接すぐに影響が出てきやすい業種ですけれども、もう本当に今これだけ世界が連結をしてしまっていますから、どこで何があってもおかしくない、そしてどこの国がどういう行動を始めるかということも、まあ、今までこっちだったけれども急に手のひらを返すということは
十分あり得るわけで、そうすると日本人の安心安全を守るためにはどういう規制をしておかなきゃいけないのかっていうのはですね、日本政府として本当に真剣に考えなくてはいけないと思います。まあ、世界各国が常にいい人でですね、必ず日本人のためを思って行動してくれるということは、これは全く幻想ですね。考え方としては外交では逆に考えておいた方がいいと思います。大体の国は自分の国益が第一で、国益にそぐう時には日本のためのこともしてくれるけれども、国益に反する、また国益とは関係ないということであれば、日本にいい取引をしてくれるとは限らない。むしろ逆の行動を取るということの方が多いでしょうから、まあ、そういったことを念頭においてこの外交関係、いろんな外資企業との付き合い方というものを考えていかなきゃいけない、まあ、そういったことを日本は常にお人よし国家という状況になっていますけれども、まあ、そういった、お人よし国家ではなくて、国民を守るための国家としての在り方というものを改めて、きちんとですね、やっていく、まあ、そういうことを感じているところでございます。まあ、こういった規制もですね、しっかりとして国民生活を守る、まあ、そういったことをやっていきたいというふうに思っております。本日もご覧いただきましてありがとうございました。